rallies. でみんなでダンスの練習してたことがあって、生活だったらなるべくしっかり寝るとか、身長が小さいのですごい動かされた時とかに撮ってたりすると、観客の人たちとかもパッドからの前陣での裏ソフトでのバック強打のやり方や練習方法を知りたいです。もし試合でそういう場面作りたいなら、ナックルカットで焦って打つっていうよりもここでしっかり待って何をしてるとかはあります。じゃあ続いての質問で、試合前はどんなことを考えていますか、あとどんなことを意識して動いていますかっていう質問が来てて、はい、試合前の、まあ、いろんな全国大会とか緊張する試合とか修羅場をくぐってると思うんで、どういう風にメンタルを作ってるかっていうのをまずお願いします。緊張しすぎも良くないし、緊張してなさすぎも良くないと思うので、まあ、程よく緊張を残した状態くらいまでには自分で近づけたいっていう風には思ってて、完全に緊張が取れちゃうようなこととかはしないようにはしてて、程よく緊張を取るために、本当に今好きな音楽とかすごいテンション上がる音楽とかを聴いたり、聴きながらちょっとアップみたいな感じで動いたり、一時期とかは部内でみんなでダンスの練習してたことがあって、その時期の試合前とかはダンスしてたりもしました。大学時代そうすると緊張が取れて、そうですね、程よく多分体も動くし、だから張本美和ちゃんとか結構踊ってる動画とか出てくると思うんですけど、単にふざけてるとか好きだからとかじゃなくて、本当に自分を鼓舞するためとか体を動かすためとかで、最初こっちからしたら何してるんだろうとは思ってたんですけど、結構ふざけたつもりでダンスしてたりしてても、意外とその方が体が1セット目から動いて成績がそれこそ出たり、音楽とかダンスとか自分なりの好きなことでいいと思うので、その緊張取りすぎないような何か自分で探し出してできるといいかなって思います。どんなダンスを踊ってたんですか？トワイスのチアアップっていう曲があって、なんかそれを4年生の追い込んで自分たちが披露するってなって、それを練習してる時にちょうど東京選手権とかがあったので、その時期とかは覚えないといけないっていうのもあって、なんかアップがてら裏で先輩と踊ってたりとかしてたら、意外と1セット目から足動いたりよかったりもしました。試合が始まる時間があったとして、どういうスケジュールというか？結構私30分前以上できるだけ早い時点から動くようにはしてて、全国大会とかだと待つ場所が指定されてたりとかあると思うので、もうそういうとこ行ったらしっかりずっと動きながら疲れない程度にやっています。ベンチの人とかと話し合って戦術決めたりとか、それでも時間が余るならもう踊ってたりとか、ずっと音楽聴いてたりとかしてます。あとその当日はそうだと思うんですけど、前日とか1週間前とか、なんかそのどういう過ごし方というか緊張感だったり、そうですね、ピークに持っていくかっていうのは、自分が調子悪くなるような練習はしないとか、自分がもう調子上がるような人と練習するとか、不安なところをなくすとか、いつもの練習っていうよりは単品の練習とか多くしてて、生活だったらなるべくしっかり寝るとか、まあ、寝すぎても体怠けちゃうので早く起きるとか、風邪ひかないようにとか、普段通り過ごしてはいるんですけど、一応その辺は気にはかけてます。どんなことを意識して動いてますかって、なんか意識 してますか？意識とかはしてないんですけど、本当に諦めないでギリギリまで走って撮ってたりとか、身長が小さいのですごい動かされた時とかに撮ってたりすると、観客の人たちとかも自然と応援してくれたりとかするので、スーパープレー狙うっていうわけじゃないですけど、会場を沸かせる、会場を沸かしたいタイプなのでそういうとこは別に意識してるわけではなく、そうなるように動いてはいます。
試合って緊張しますか？します。その緊張した時に自分のプレーをするコツというか、まあ、結構基本みんな緊張するんで、そういう時にどういう風に立ち回ってるかっていうのは、まず相手に緊張してる風に見せないっていうのと、本当に緊張してガチガチに自分で思い詰めちゃうと良くないので、そのベンチの人と全く関係ないおしゃべりとかしたりしますね。試合直前ってこと？試合直前とか、本当にベンチ帰ってきても技術面の相談とか、次こうしたらいいよねっていう話もするんですけど、全く関係ない話とかもたまにしたり、飲み物とかも本当は多分スポーツドリンクとか飲んだ方がいいんですけど、落ち着くためにお茶飲んでる時とかもあるし、頭働かせたくて甘いカルピスとか飲んでたりする時もあるので、そういうところで自分の好きなように変えればいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうこれはこんな感じで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。試合前はどんなことを考えていますか？ちょっと横に引くような感じで、それこそこういうのと一緒まではいかないんですけど、ちょっとこう横を捉えるように、みんなが着やすいようなユニフォームがいいかな。結構はっきりした色とかはっきりしたあの柄が結構好きなので、それこそごちゃごちゃしすぎないような色の配置とかデザインとかが私いいかなって思います。私は短パンよりスコートの方が動きやすくて、5歳6歳くらいの頃からずっとスコートをメインで履くようなチームだったんで、で高校もスコートがほとんどだったんで、結構スコートの方が動きやすくて、意外とそういう人多いと思うので、なんかスコートモデルとか作ってみてもいいんじゃないかなって私は思います。あー、ごめんなさい。